どうも、モノアキトです、今回のモノトークデイリーはアニメトーク会の2回目になります。で、前回1回目の時は僕、モノアキトとアニメの話をしました。どんな感じでアニメをよく見るようになったかとか、子供の頃の話とかもしましたね。はい、まだ見てない方はね、概要欄に前回のリンク貼っておきますので、よかったら見てください。で、2回目の今回は僕モノオキトに特にね、こう影響を与えたというか、割と衝撃を受けた、そういうね作品をちょっと紹介してみようと思います。で、このアニメトークは基本的に、その作品の細かいストーリーとかあらすじの説明とかはしません。で、基本的にネタバレみたいなものはしませんが、大まかなね感想は言うんで、ちょっとその辺でこれからその作品を見る方でね、事前にあまり情報を見たくないよっていう方はね、ちょっと注意してください。で、基本的にアニメトークになるんで、原作の漫画とか、ライトノベルの内容に関しては、スルーしてください。で、話の内容も、基本的にはね、僕のポジショントークというか、もう僕個人のね意見なんで、そのまま参考にしないでもらえたらありがたいです。あくまで話半分ぐらいで、あ、そういう捉え方もあるのねとかね、あ、そういう風にアニメ見てるんだとかね、そんな感じで見てくれたら幸いです。じゃあまずここ最近見たアニメはこちらになります。結構な量ですよね。前回もお見せした時にね、ちょっと自分で引いた感じがあったんですけど、この中から今日紹介する作品はこちら。まずはね、前回もちょっとお話に出た攻殻機動隊です。神山監督以外のね、元々のそのゴーストインザシェル、押井守監督のね、作品からもう全部通して好きです。僕の好きなね、ちょっと近未来系の話で、妙なねこの地続き感みたいなものがあって、本当に IT とかテックがね発達していくとこうなるんじゃないかみたいな感じで、もうワクワクしながら見てました。で、魔法少女マドカマギカこれもすごい衝撃受けましたね。見た目は本当萌えアニメみたいな感じでね、そういうものだと思って見てたら、もうなんていうか、もっとドロドロしてるというか、ギャップというかね、意表をつかれる作品はね、僕結構好きなんですよね。この作品を見て、もうさらにね、アニメはこの見た目だけじゃねえみたいなね、ちゃんと中身を見てね判断しようって思いました。あとシュタインズゲートとかね、シュタインズゲートももろ秋葉系というかね、今となっては懐かしい感じの文化なんですけど、タイムトラベル系でね、なんかこうすごい先が見えなくて、もうハラハラドキドキして、これこそ本当に一晩で2シーズンぐらいは一気に見ちゃったかもしれないですね布団の中で。しかも眠くなかったですね。あ、もう朝だみたいなぐらいがっつり見ました。で、エウレカセブン、エウレカセブンはもう今ここの黒板にも書いてあるぐらいドハマりして、ざっくり言うと天空の城ラピュタみたいな骨格なのかな、パズーみたいな男の子が好きな女の子をね守るためにこう成長していく物語というか、全50話あったかな、すごく長いんで、そこに関わる人たちの人間臭さというか、人間模様というか、すごい濃くて引き込まれる作品でしたね。サブカル的な要素もすごくあって、ここに見えてる音楽機材に関係するような単語とかもいっぱい出てきたり、音楽自体もそうですね。なんていうか、昔ながらの王道な話なんだけど、サブカルっぽさがミックスした、もう真剣に見て、もう真剣にいろんなことを考えるみたいな、そんなアニメでした。あとキルラキルもちょっと前に見て、最初はね、なんかギャグ漫画なのか何なのか分かんない感じで、とにかく勢いがあって、なんか妙に熱いんですよね。展開も熱いし、見せ方も熱いし、なんか表現自体が本当にこうむさ苦しい感じで、昭和の匂いがちょっとするような感じだけど、最新の見せ方をしてるみたいな、すごい不思議な作品で、ただ表現がすごいってわけだけじゃなくて、シナリオとかね、その脚本もすごいちゃんと考えられてて、もう最後はね、もう号泣しちゃったみたいな感じで、どっちかっていうとその面白いアニメっていうよりかは、なんかクリエイティブな目線で見てしまうような作品ですね。めちゃくちゃ好きっす。で、日常は、ギャグ漫画なんですけど、もうかなりねシュールで、僕あんまりギャグ漫画ってこう狙いすぎたギャグとかだとあんまり笑えないっていうか、はははみたいな感じなんですけど、結構ねもう徹底してるんですよね、世界観が。最初の何話かまではなんか鼻くそほじりながら見てる感じだったんですけど、途中からねもうだんだん、うわーすごーみたいな感じになってきて、いつの間にかこの日常ワールドに取り込まれたみたいな感じで、かなりハマりました。今でもちょいちょい見ちゃいますね。なんとなくつけておいて
あのシーンだみたいな感じで見てたりします。はい、で次にソードアートオンライン、面白いとかそういう話、まあもう確かに面白いんですけど、どっちかというともうその技術の話、その VR とか AR とか、その類の、話なんですけれど、もうまさにね、もうこの近未来、まあ、今のこのスマホ中心の世界からのそのちょっと先の話なんですけど、映画でねレディープレイヤー1もやってましたね。もうまさに、あんな感じで僕の理想としている VR 生活みたいなものを体現してくれてるアニメで、もう僕はもう憧れというか、もう本当に早く その世界に行きたいみたいな そんな感じで影響を受けた作品に入れました。僕個人の話で言えば、まあ、勝手にこの社会にね絶望感みたいなのを抱いてそれ言い過ぎかな、あの空山暮らしをして人と会わない生活をしてるんですけど、まあ、まさにねこの VR 世界っていうのはね僕の理想というかね、もう早くそっちの世界に行って生活したいみたいな感じで思うんですけど、まあそういう世界でもきっとそこにはそういう社会がまたできてそこからまたドロップアウトして現実に戻ってきたくなるっていう可能性はめちゃくちゃありますけど、僕の夢見るね、世界を描いている作品がソードアートオンラインです。はい、いろんなシリーズが出てるんですけど、とりあえず見れるやつは全部見ました。で次に進撃の巨人、まあ、これはねもう社会現象とかもう国民的アニメなんて言われてるっぽいですよね。なんか僕は進撃の巨人っていう名前自体はね、まあ、聞いたことはあった程度で、そこまで、まあ、興味を持ったことがなくてずっとまあスルーし続けていたんですけれど、ようやく最近シーズン3の最後までは見ました。想像していた話は実はこんな一部だったんだみたいなところでわーって思いました。もうシーズン4がねすごい楽しみです。はい、はい、というわけで今日の動画は、ここ最近で見たアニメの中でこれはすごいと影響をね受けたというか衝撃を受けた作品を紹介しました。次回のアニメトーク第3回目は今回紹介した作品とはまた別に普通にね、もう面白いって思えるような作品を紹介しようと思います。今後もいろんなアニメをね、見ていきたいなと思ってるんで、もしね、このアニメ面白いよとかね、これリコメンドできるみたいな作品があればね、コメント欄で教えてください。大体僕、リコメンドされたやつはね、見るようにしてるんで、よろしくお願いします。じゃあ次のモノトークデイリー、アニメトーク会でお会いしましょう。ではでは。